ブランディラ・ヤナ・ノーウッドはアメリカ合衆国ミッシシッピ州マコーム出身の女性シンガーソングライター、女優。1990年代に一躍大スターとなり、1997年にはシンデレラでヒロインを演じる。1998年にモニカとのデュエットでビルボードホット100で13週連続1位、259万枚以上を売り上げる。 大ヒットとなったザ・ボーイーズ・マインでグラミー賞を受賞した。同年にバラードのシングル Have You Ever でも全米1位を記録。弟のレイジェイも歌手、テレビタレントとして活躍している。私生活ではプロデューサーと短期間結婚し2002年に長女を出産した。2006年12月30日、死者一人を出す自動車事故を起こしてしまう。 多額の損害賠償訴訟を起こされ、その後の活動が一時危ぶまれた。アトランティックレコードからエピックレコードに移籍し、2008年に新アルバムを発売して活動を再開したものの、セールスの不振から一作のみで契約を解除。2010年に発売予定の新作を準備しているとされる。ありがとうございます。